はい、というわけで、本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日はですね、久しぶりの購入品紹介をしていこうと思います。さっき本当に長編動画があんま撮れてなくて申し訳なかったんですけど、久しぶりに今日は長編動画ってことで、やばいんです皆さん。知ってますか？今日ね、僕メイクがちょっとさ、スモーキーでさ、より、いつもよりパンク系じゃないですか。実はですね、ザラがですね、スティーブン・マイゼルとコラボをしたんですね。まあ、ザラがコラボするってことで調べてみたら、まあ可愛くて、そのコラボ商品がもっと可愛くて、爆買いしました皆さん。見て。こちらとさらにもう一個。これもあります。二つ持ったらもうこんな。そしてもう一つご報告があります。なんと僕ザラね、爆買い本当に毎回してるやつなんですけど、前回のザラの購入品紹介が17点ぐらい買って、多分8万円かなぐらい購入してて、ザラで8万で1個すごいと思うじゃないですか。今回のコラボ1個言っていいですか？ザラさん高すぎ。本当にいくら可愛いコラボだとはいえ、ニット1着22,000円、コート1着30,000円みたいな感じで、結構全部2万円以下が1個もないぐらい高くて、ファストファッションから抜けようとしてるんだなって思ってはいたんだけれども、今回それを確信しました。でも僕は可愛いから買っちゃったんですね。総額なんと16万円。ザラで16万使う人いる？マジで10万とかじゃなくて、本当に。まあ、僕はザラが本当に好きだから買ったんだけれども、まあ、今回はそのね、16万円分のザラの購入品紹介をしていこうと思います。で、今日は16万円分も買ったのにもかかわらず、アイテム数が7点と大変少ないんですね。なので、ちょっとルックブックじゃないけれども、買った商品と自分の私物のザラの商品、ザラもう市場とあるから、ザラの商品組み合わせて、コーデ作って紹介できればなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。では、やっていきましょう。スタート。財布大好き。本当に爆買いが止まらなくて、ちょっと内装変わったの分かります？壁にね、僕のジグソーとか飾ってあったりして、書いて送ってくださった方がいて、画家の方で、ダラーン。僕のメイクはちょっと今日パンク系ってことで、テーマ自体も結構なんかパンク系ではないけれども、レザーと黒基調としたコレクションが多いので、コラボ商品とあと普通の新商品も買ってるので、今日はねコラボ商品から先に紹介していきたいんだけどさ、梱包いつもこれイライラしちゃう。皆さん、ザラでオンラインで買うときに、リサイクルボックス選べるんですよ。一回送った、もしくは返品で使われたボックスを再利用するっていうのがあって、お、すごいよ。なんか、ボックスが来てるよ、なんか。あ、ザラが25周年なんですよ、皆さん。ザラ25周年おめでとうございます。大好きです。もう退職してからも僕は永遠にザラを買っている。こんな感じで箱に来ました。でかいね。ってことで、紹介していきまーす。じゃあまず、一つ目。じゃらん。こちらでーす。黒いニットでーす。たらーん。まあ、何の変哲もニットに見えるんですけど、素材はこれ確かカシミヤだったはずなんですね。プラスここに、至るところにこのダメージ加工が施されておりまして、可愛くないですか？裾もちょっと短くなっていて、ダメージ加工されてる。値段がですね、サイズは僕、これ男女兼用かな？多分ユニセックスだと思うんですけど、男女兼用の XL サイズ、一番大きいサイズを買っていて、値段が、ダダン、22,990円。高いです、ザラさん。いくら素材がいいからといえ、コラボだからとはいえ、高いです、ザラさん。それ今着てるタートルネックも、下のパンツも全部ザラです。これ普通に着れそう、このまま。あ、かわいい。バッグかわいいじゃん。ここがすごい深いんですよ。だから、肩幅狭い民からすると、ここがね、広い方が肩幅広く見えるのよ。詰まってるよりも広い方が肩幅広く見えるから、僕的にはこれすごいかわいいよ。で、大きさもすごいちょうどいい。僕、大きめに着たかったから。ライト置いちゃってここに。かわいくないですか？この丈感とこの広がった感じも可愛いし、このね、それとかのね、このダメージも可愛いし、中僕今タンクトップ着て、ちょっと片方だけにこうやって落として、ここだけ見せるもすごい可愛いし、男女どっちもね、超可愛いと思う。このタンクトップ正解だね。めちゃめちゃ相性いいわ。じゃ次紹介しちゃいますね。これでコーデ組めちゃうんで。次がこちらです。じゃん！僕といえばのシルバーのパンツでーす。イェーイ！これも男女兼用でユニセックスだったと思うんですけど、さら今年すごい夏にかけてシルバーめちゃめちゃ多くて、シルバーの T シャツとかシルバーのタンクトップとか、シルバーのデニムとかいっぱいあったんですけど、すっごいシルバーをしてて、なんでかわかんないけど、シルバーのスキニーパンツは僕持ってなかったので、今回購入しました。これもね、サイズが5段階あって、僕が真ん中のサイズ38を購入して、値段が29,990円。だいたい29,000円するんですねって、何品ですかって聞きたいんですけど、ブランド品ですよね。それはそう、本当にまあシルバーのスキニーパンツで、多分これ素材は何なんだろうな、合皮にシルバー貼ってんのかな。レザーっぽい素材だけどシルバーだね。でも生地割と強めでしっかりしてます。で、ここで一回切り返しが入っていて、まあ、細身なパンツですね。シルバーのこのメタリック感もすごいギラギラしてるので、めちゃくちゃ映えるし、まあ、パーティーだったりとかも私服はあんま着れないだろうけど、僕今髪の毛がシルバーなので、割となんか合わせやすいかなと思って買いました。ここにね、ザラとスティーブン・メイゼルのロゴがありますね。これを履いていきます。
なんか可愛いんだけど、ウエストがね、ちょっと大きいですね。これ38買ったんだけど、僕いつも普段レディースのサイズだと僕36買うんですよ。もう少しなんかウエストもちょっと、ほらゆとりがあるし、ここもちょっとでピタッとしてほしいから、これ38扁平し36買わないといけない。めっちゃシルバー感超可愛いし、履き心地もそこまで悪くなくて、素材もいいので、これサイズぴったり余ったらめちゃめちゃ使えるなって思うんですけど、メタリック感マジで可愛い。僕いつもさ、サイズミスんないのにさ、ちょっと初めてミスったかも、久しぶりに。これちょっとサイズ交換ですね。はい、そしてお次ですね。これ一番欲しかった、じゃーん、可愛い、おそらくフェイクレザーのトップスです。コーヒーのトップスですね。レースアップのここに紐がついていて、で、レザーのさ、トップスだけでも可愛いじゃん、なんなら。で、このね、ボタンがついてて、後ろのね、サイドにもこうやってレースアップの装飾がされていて、モデルさん着てるやつめっちゃ可愛かったから、これ見て僕、コラボしてるのを知ったぐらい、これにすごく惹かれて買ったやつですね。これは、大きめで着たかったので、L サイズで購入していて、値段が 29,990 円。なんでさ、全部 29,990 円なの？ニットもうちょい安くてもよくない？これも着ていきまーす。着てみるとこんな感じでーす。はい、ということで着てみました。いかがでしょうか。めっちゃ可愛いよ。サイズ感もこれ L 買ったんだけどちょうどよくて、これはマジで当たりですね。めっちゃ可愛い。レザーの感じだけど生地すごい薄いから、今の時期暑いけど、ちょうど秋入りかけぐらいにインナーほんとタンクトップでこれ上に着て着たらめっちゃ可愛いなと思うし、レースアップね、なんか最近可愛いんだよね。好きなんだよね。あとここね、この横のデザインもね可愛いし、なんかこなれ感があって可愛いですね。で、合わせ方としては、今僕はダボっとした感じでデニム、ブルーンデニムに、このね、黒の、結果ちょっとシルバーデザインになっている。これもザラで、ザラのレディースです。これ前買ったんだけど、合わせてちょっとね、ウエスタン調のブーツと、このね、上のちょっとね、レザーの感じを合わせて着てきました。最近このブーツインがすごく具体的に好きで、可愛くないですか？下ちょっとダボっとした方が、これは可愛いかと。片側だけこうやってさ、ここにインしてさ、着たりしても可愛い。めっちゃ良くない？超可愛い。はい、さあ、そしてお次、コラボ商品では最後となります。最後の商品は行きますよ、皆さん。じゃん、キラキラ。僕といえばキラキラ、黒のスパンコールのジャケットですね。かわいい。これはね、買わないわけにいかなかった。これはですね、サイズが SML 展開で、僕は L サイズ一番大きいものを購入しています。多分これもともとオーバーサイズの作るので、女性が買う場合だったら多分 S でも結構大きめなシルエット、女性のモデルさんも着てるのでそれ見てほしいだと思うんですけど、結構大きめの作りなのであれなんですけど、僕はもっと大きく着たかったので買ってました。これが値段がですね、 25,990 円ですね。ちょっと値上がりしましたけど、でもこんだけスパンコール使ってて 25,990 円で、このニットが 22,990 円。おかしくない？値段設定違うと思うんだけど、うまい。これもね、着てみます。着てみるとこんな感じです。はい、という感じで着てみました。これね、意外と着てみると重たい、アウターに近いジャケットと思ったけど、結構裏地もね、ほら、わかるかな、サテンの裏地がついてて、結構しっかりと縫製されてますね。ちゃんとこれね、ポケットもあるし、すごいジャケットとしてしっかりとしてますね。で、サイズ感も L サイズ買ったんだけど、もともとこの細身なスキニーパンツと合わせて着たかったので、いい感じのサイズ感ですごい気に入ってますね。なんかあともう一個着方としては、上までさ、これ全部さ、こうやって締めちゃってさ、でなんかここにネクタイとかしても可愛いかもしれないし、タートルネック中に着て着ても可愛いと思うし、むしろこの上からコートとか羽織っても可愛いと思うし、アウター代わりに肩掛けで羽織っても可愛いと思うし、割といっぱい使えそうな企画するなと思いました。で、今日僕今細身なパンツで合わせてるけど、下逆にさ、なんかスウェットとかダボっとしたパンツ合わせても可愛いと思うし、去年もなんかこんな感じで使った気がするけど、でもそれより全然こっちの方が高級感がある気がする。なんかあんまり安っぽく見えないのでおすすめですね。派手な服着たい人と思う人はおすすめかなと思います。これでコラボの商品は全て終わりになりますね。イエーイ。はい、続きましては普通にザラの新商品も買ったので紹介していきます。もうね、時代は秋です、皆さん。秋になってきたので、僕はもう常にね、もう先々行動しているので、じゃん、コート買いました。イエーイ。
テッドって映画わかる？ディズニーの去年の映画。もうテッドのなんか質感にすごい似てる。テッドみたいな質感。素材がすごいモフモフしてるんですけど、これ肩が結構しっかりとしてるタイプのコートで、オーバーサイズのコートになります。で、ダブルのボタンになっていて、高級感もありつつ、襟のデザインも結構好きな形になってますね。こちらがですね、メンズなんですけど、サイズが4サイズある中の L サイズを購入していて、値段が 29,990 円。今回全部3万円近いですね、値段が。じゃあ高いんだって、本当。これもね、着ていきます。はい、着てみたらこんな感じでーす。このルックはですね、これ完全冬ですね。白いタートルネックに、前回のザラ購入品で紹介した白のセットアップですねに、最後紹介したこのスウェードのブーツとこのコートを合わせてみました。これもね、結構裏地がちゃんとしっかり作られていて、ちゃんとしっかりあったかいです。で、形もすごい綺麗だし、肩がね落ちるので、なんかすごいオーバーサイズがめちゃくちゃ可愛いし、僕の身長でオーバーサイズのコートってなかなか売ってないので、これすごいね、ザラって本当にコート毎年可愛くて、去年ザラのネイビーのコート買ってて、当時僕髪色がネイビーだったから、ちょうどね相性が良くって、年末年始とかすごいそればっかり着ていたんですけど、それもすごく形が綺麗でめっちゃ気に入ってて、これがやっぱね形綺麗ですね。すごく普通にニットで合わせても可愛いんだけど、今回ちょっとねすっきりした感じしたかったんで、ね、白のセットアップの上から着るというコートにしてみました。でクッと色合わせて、どうぞ。めちゃめちゃシルエットが良き。さっきみたいにあえてさ、傷にさ肩掛けで羽織ってもさ可愛いし、この肩幅がすごい、もともとオーバーだからめちゃめちゃオール羽織って見えるかなと思います。秋冬大活躍ですね、これも。さて、お次で最後になります。最後はですね、これもね秋冬っぽい、じゃじゃん、白のロングカーディガンです。てるー、レディースなんですけど、めちゃめちゃなんか着てるモデルさんが可愛いなと思って買ったんですよね。さっと羽織って、でも存在感ちゃんとあって可愛いし、夜最近僕近くのバー行ったりとか、さっと出る時にこれ羽織ってたら可愛いなと思って買いました。サイズ僕一番大きい L サイズを買っていて、値段が 15,990 円。まあまあするね、やっぱりね。これも着替えていきます。じゃあこんな感じです。はい、最後のルックこちらですね。これね、後ろがねこのフードになってて、かぶらないけどこうやってかぶれるんですよ。可愛くない？ちょっとパンクメイクすぎて合わないけど。で、中にこれねクロップ丈のシャツ合わせて、下タンクトップにデニム履いて合わせてみました。シャツなくてもいいけど、まあ、ちょっとあった方がなんかこなれて見えるかなと思ってシャツ挟んでみたんですけど、なんかまあラフな格好、このナチュラルメイクとかで出かける時とかに、まあ、白ティーンデニムにこれだけでもいいし、インナーを黒いタートルネックとかにして、でスキニーパンツ履いてブーツ履いて、中全部オールブラックにして、このね白いカーディガンパッと羽織るでも可愛いと思うし、いろいろ使えそうな気がしましたね。まあ、秋なんでこのぐらいの合わせにしてるんですけど、まあ、冬でも全然いけると思うし、結構ねあったかいんで、これ普通になんか羽織ってパッと出かけられそうな気がするんで、これもいいかなと思ってます。はい、という感じで購入品をね紹介していきましたが、ルック自体は少ないかもしれないんだけど、高いわ、16万、どう買ったよね。まあでも結構なんか、あ、待って、もう一個あった、こちらです。レザーのミトンですね。忘れた。じゃ、おまけとしてこれも一応どうぞ。最後レザーミトンコーデ、これでーす。ということで、最後のコーデこちらでございます。イエーイ、レザーミトンです。まあ、ミトンは僕いっぱい持ってて、これもミトン、ミトンとか、まあ手が出るタイプのグローブなんだけど、これもザラです。なんならこの指が出るこういうグローブ、僕昔からすごい好きなの。多分3年前のコーデ紹介の動画を多分見返してもらったら分かると思うんだけど、僕昔からこういうグローブすごい好きなので、レザー持ってなかったからレザー買ったんだけど、僕からしたら割と自分らしいコーデって感じで、よくぴったりとした半袖 T シャツかこういうノースリーブと合わせるとか僕多くて、こうやってね腕見えてるけど、ちょっとここだけなんかカバーされてる感じがすごい可愛いなと思って、ここだけカバーされてると結構なんかね手が強調されるからかな、スタイルもよく見えるんだよね。で、この上のトップスもこのパンツもザラです。これもレディースのトップス、これ前買ったんだけど今売ってるか分かんないんだけど、ここがね横が開いてて結構ねエッチな感じなんですけど、形すごい可愛いし、生地も結構チクチクあんましないニットなので、これよく売って、このパンツメンズのパンツで、このやつ結構いっぱい履きましたね。これもめちゃめちゃたくさん履かせていただきました。
なんかね、股上が浅いのに、このポケットがあるおかげで、足がすごい長く見える。横に膨らんで見えるから、なんか、ウエスト細いのに、下がダボっとして見える。そのシルエットがすごく好きで、このパンツよく履いてるんだけど。そういう感じでね、紹介していきました。という感じで、以上、7点を紹介していきました。まあ、僕のコーデ紹介は、まあ、いろんなコーデするから、僕、ちょっとこう、レディースライクなものも着るし、着ればちょっとこういうね、韓国系のストリートっていうの。そういうファッションもするし、僕、いろんな服着るので、なんか、方向性とかはわからないんだけど、まあ、今日僕らしい色味的には僕に合ってる気がするんだけど、僕の、まあ、ポリシーとしてはどんな服を着ててもヒデ君らしいねって言われる、なんか軸のようなものがあるコーデが僕すごく好きで、なんかさ、おしゃれな人ってさ、何着てもおしゃれに見えるなって思うんだよ。なんか白 T にデニムでもこの人が着たらおしゃれに見えるっていう人いない？なんかそういう人、そういう人に僕もなれたらいいなって思って、いつもコーデ選んだりとか、自分なりの見せ方とか、自分にしか着れない服装の展開とかっていうのを考えているんですけど、やっぱメイクと同じぐらい僕ファッションもすごく好きなので、ファッションにもすごく最近力を入れたいなって思ってるところではあるんですけれども、なんか僕って割とこのメイクだったりとか、体格も割と華奢で、ちょっとこうレディースの服とか全然着れるぐらいの体型だけど、ちょっと筋肉質でっていう、あんまりいない感じがしていて、自分でもちゃんと筋肉とかあるけど女性物もちゃんと着れるみたいな、そういう人があんまりいない気がするので、僕はそこを自分のアイデンティティとして、今後もね、僕にしかできないギテ君らしい服装だねって言われるような、僕らしいファッションを発信していけたらなっていうふうに思っております。今年の僕目標としてファッションウィークに行きたいってずっとパリのね思ってたんだけど、なかなかそれは色の下から目があって叶えそうもないなって思ったりしていて、最近それ結構悩んでもしてるんだけど、なんかいろいろねうまくいかないんですよ今日なんかね。なんですけど、僕はね、自分なりの発信を続けていければ嬉しいなって思いますので、基本的にインスタ見てもらえれば、僕がどんだけ服装好きかとか、僕の世界観がすごく分かっていただけるんじゃないかなって思ったりしているので、よかったらインスタをね、こちらです、フォローしてみていただけたらすごく嬉しいなっていうふうに思いますね。まあこれは一部なので、本当にね、本当に僕毎月服多分30着くらい買ってるぐらい、めっちゃ服買うんですよ。本当に服大好きで、このバッグも最近買ったバッグで、これバレンシアガなんだけど、見て、最近ちょっとパンクブームなのかもしれない、めちゃくちゃ可愛くて、これ持ってる人ね、日本でまだ見たことないから、ちょっとふんって感じという感じで、僕なりのファッションとかメイクの発信できればなと思ってますので、今後もぜひ見てみてくれたら嬉しいです。という感じで、今日は僕のダラの購入品紹介を半分ルック紹介みたいな感じでできました。またね、秋本番と冬で、まあワンシーズン1回ぐらいできればすごく嬉しいなと思ってますので、ぜひまた次の動画も見てもらえたら嬉しいです。という感じで、今日は僕のダラのコラボ商品プラス新商品の購入品紹介をしていきました。参考になって良いなと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、通知もぜひぜひお願いいたします。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。みてでした。バイバーイ。